はい、山田さん、なんでここで働くようになったんですか？そうですね、以前から、おじいちゃん子、おばあちゃん子っていうことで、お年寄りの方が大好きで、で、まあ、他のいろんな整形外科や、とかがあるんですけども、お年寄りのことが好きっていうこともあって、老健で働かせてもらおうと思い、ここで働いております。で、まあ、やっぱり、そのおじいちゃん、おばあちゃんを見てきて、やっぱり痛いところがあったり、まあ、パルケアンだとかいうこともあったんで、できれば、なんとかして治してあげたいと思って、まあ、リハビリになったっていうところもありますんで、今後もまあ、お年寄りの方が困っていれば、できるだけ助けになりたいと思っています。山田君のおじいちゃん、おばあちゃんは今もおるん？おじいちゃんは去年の100で、100歳で亡くなりました。おばあちゃんは今まだ健在です。やっちゃれることってあんの、家で？まあ、あんまりこうしてほしいって言わないんですけども、まあ、マッサージぐらいやったらちょっとしてよっていうぐらいで、やってあげてんの、あげたりもしてます。